ミラノ流、それは衣類の染み抜きのプロ集団。全国各地にいるそのプロたちが諦めていたシミを落とす。そのシミ一度見せておくんなせい。あなたの町のミラノ流はこちらまで。第11回、は天狗高原、行った、行って撮ってまいりました。どうぞ、ご覧ください。これはちょっと食べてみてください。美味しいですか？もう食べるのも美味しいから。いただきます。全部まとめて食ってみるのも本当に。甘い。すごい甘いですよこれ。食べてみますね。いいです。あ、本当に甘いね。うん。これは何ですか？これはウドの葉です。これはどうやって食べたら美味しい？これは天ぷらにすると美味しいです。酢味噌和えでも美味しいです。自然の山具。これはアザミですか？アザミ。食べる、実際食べるところはこっちの方。これも美味しい。ちょっと持ってて。大箱はこれどうやって食べるんですか？これも天ぷらで。天ぷらで。うん、そうそう。それ食べられるんですか今？どれ？そのハーブは？別にかじったじゃん。ちょっとかじってみてください。ありがとうございます。これ塩につけてさ食べたり。今は食べられないですか？やっぱり。先っちょの方食べる。今の。何があったんですか？これはみょうがですか？これがみょうがです。あ、いっぱい入ってるんだな。この間も会いましたよね、山の中にね。みょうがね、すぐ食べるためにはこれを下ろして、はい、すぐにして、これはこのまま食べる。春、この、こういうね、柔らかいところ、こういうところを、これを天ぷらにして食べるわけ。生ではいけないですか？どれ？これは。これ？はい。生で食ったことがない。はい。
何を思いついたんですか。よしやろう。学生たちみんな集めて、キャンパスのある朝倉から天空県のここまで歩きましょう。マジで言ってるんですか。何キロぐらいあるんですかね。いや大したことがない。80キロちょっと、85キロぐらいじゃないですかね。じゃあ近日この企画をやるって感じで。そうですね、24時間あったら歩けるでしょう。24時間はい。じゃあいいところだ。目的はない、何にもない、ただ達成感があるだけ。よく言うでしょう、山になぜ登るか、そこに山があるからだって、答えと同じですよ。何にもない。なるほど。ただこの、ね、広大な景色だけはプレゼントしましょう。ここがゴールですよ。今、私は足摺岬の方向に向かって、天狗荘の駐車場から撮ってます。ここまで目指して頑張ってください。